中国で日本人の男子児童が刃物で刺され死亡した事件で、地元当局が事件発生当日に発表した概要では、被害者が日本人学校に通う小学生とは書かれておらず、中国側が情報統制していた可能性があります。男子児童が亡くなってから一夜明けて、このように奥の花束が刺されています。この事件は新鮮市で日本人学校に通う男子児童が 男に刃物で刺され死亡したものです今朝、学校では多くの人が花を手向けに来ているほかネット上で注文した花束も多く届けられていました一方新ンの当局が事件発生当日に発表した概要では被害者が日本人学校に通う小学生とは書かれていませんでしたこの発表より前に行われた会見で森谷官房副長官は 日本人学校の児童が襲われたことを明らかにしていて中国側が情報統制していた可能性もあります。